にちは、まなずまなかです。はい、くるちゃんです。今日はハイエースのアレンジをしていきます。早速これとこれ、前回ねご紹介したこの2つを今回取り付けていきたいと思います。ちょっとね違うこういうのを木のところにつけてオリジナル感を出していきたいっていう世界に一つの車にしていきたいと思います。じゃあ早速いきますか。いきましょう。はい、はい、赤ちゃん生まれました。はい、ありがとうございますまずここにつけるかなっていう。うん、そこにしよう。ここにしようかな。うん、真ん中でいい感じだよ。開けた時にそれがあるとおしゃれ。いい感じ。うん、じゃいはーん。はい、ではマキタで早速つけていきます。昨日ジョイホンでね買ったんですよね。2センチのやつをつけていきます。3箇所止めないと怖くない？てっぺんと両端、下両サイドかな。ここら辺に止めていきますか。そうだ ね、渦巻きのちょっと大きいとこね、うんうんうん、ここかなと思うんだけど、どうです？見えなくない？あんまり。あれ意外となんか深いの。意外と大変です。まっすぐなんなそう、やばい。よし、来た。で、どうです？ここら辺かっこいいよ。いい感じ。いい感じ。ギュッと行ってみますね。うん、いいじゃん、いいじゃん。いい感じ。うん、見えなくない？あんまりここだったら。このカメラの感じじゃ全然見えない。ここじゃなくてここら辺にする？渦巻きの部分じゃなくて。しやすいから。どうでしょう、多分取れねえよこれ。これでもういいんじゃない？どう？いい感じ。いい感じ。めっちゃかっこいいよ。ちょうどいいじゃん、場所も。いいよいいよ、ぴったり。次にマスター、こっちのビスは違うんだよね、またね。うん、こっちの色に合わせて、今度は色を合わせてんだよね。これをそこから開けた時にここで、ね、こういう感じ。ここか。ここではない気がするんだよね。そうだね、変に真ん中だったらやっぱここ、ね、うん、上がいいね。これがここまで行っちゃって変だけど、うん、ここら辺じゃない。そうだね、ビスが1個隠れる感じね。ここでね。うん、 OK。 いいじゃん、かわいい。このぐらいで OK。 よし、行こう。これは内側から打つということか。そうだ、そうそうそう、ね、ここだと今斜めだね。今ね、ちょっと左上がりになってる。そうだね、ここら辺で打てばいいんだな、多分な。真ん中でね、ちょっと今見えないところでつけてます。ごめんね、ちょっと見えなくて。今裏からビスを仮打ちして裏から止めます。場所どこだっけ。そのビスが隠れるギリギリで、ここだ。で、今左に斜めになってるから、このぐらい。これでじゃあ打っちゃうね。止まるのか。今1個目つきました。あ、来た。あと1個つけた方がいいかな。意外と差し込んでる。飛び出てないし大丈夫だ。え、超可愛いんだけどこれ。可愛い？うん、よし。こっちから全然飛び出てないし、めっちゃ可愛いよ。強度は結構ね、うん、打ち込んだけど、これ取れるってことないよね。3点で止めてんだもん。いいよね、木だから何でもできるもんね、自分たちのあれで。あ、大丈夫か。ギリギリか。超かわいいよ。こんな感じで打ち込んでます。いい感じ。斜めってんじゃん、くるみ。右下がりになってる。あ、なってる。嘘、ごめんね。このぐらいだろう。そうか、ごめんね。このぐらいだと思うね。はい、キロサイズでもらっていい。はい、大丈夫か。ギリギリのとこだな。ギリギリ OK。 はい、大丈夫。大丈夫。はい、そっちからしか見えないんだよ。これ今まっすぐなってる。うん、これで今ね全部が見えなくなってるね、椅子。これぐらいだ。いい感じだよ。大丈夫か。まっすぐですよね、これね。まっすぐだよね。まっすぐだと思いませんまっすぐだよ。まっすぐなったね。うん、ちょっと上がった。場所が上がったことでここのビスが見えなくなった完全に。ここが見えるようになってたビスが。でもそこさ見えないよ、あ、正面から見てて。気持ち下じゃない、これが。下？ここから見てるからか。あ、でも大丈夫か。まっすぐだよ。大丈夫か。じゃあ無事着きました。ソーラボさんのね、ノーキャンプノーライフの、これなんて言うんだろう、ウッドプレート。ウッドプレートかな。あれだよね、焚き火みたいになってる。そう、味があっていい感じの。もう絶対これやりたかった、まだずまだかがやりたかったあれと、入り口の方につけたアウトドアモンスター、少し自分たちのオリジナルになりましたっていうところで、今回はこんな感じでよろしいでしょうかね。はい、開けるとここに隠れモンスター。こっちからね撮ってるとなんか斜め感ないね。大丈夫か。うん、斜めじゃないよ。はい、よし。はい、アウトドアモンスター、行
きました。いい感じ。じゃあいろいろと次のカスタムはあっちの天井のところ色変えるのかいろいろやっていこうと思ってるんで、いいなと思っていただいた方はグッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。また個人で YouTube チャンネルやってますので、まなずまなかとくるみどりチャンネルぜひ登録していただけたら嬉しいです。嬉しいです。はい、それでも本日はお開きのお時間です。あ、嬉しいです。で今日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。みんなでハイエースカスタムしましょう。しましょう。いいカスタム方法を教えてください。グッドボタン。